私の元気の源、レッドブル。これ飲んで行ってきます。で、あとこれも買っとこうかな。50円めっちゃ安くない？これ、草がないですね。マジか、どうしよう、なんか変更しようか。ということで昆虫探しにすることにしました。本当はね、当初バッタの餌の葉っぱを摘みに行くだけにしようと思ったんですけど、リュックを昆虫採集に変えてみたいと思うんですけど、アプラゼミしか鳴いてません。なんかいないかな。なんかやばいのいた。これめっちゃやばいやつですよ。褐色型の腹広カマキリ。どうしよう、ちょっとこれ本当に撮りたいと思いますので、ちょっとカメラセット。やりました。見て、ハラビロカマキリの褐色、こんなとこで見つけた。ゲットしました。やばくないです？大阪の街中ですよこれ。すごい、どうしよう、持って帰ろう。ちゃんと持ってきてるこのケースに。ちょっとごめんね、君ら散るね。お家で飼育しましょう。もう一回ハラビロカマキリ見つけるとね、もうそれしか目がいかなくなっちゃうんで、例えばね、ああいう場所ですね、ああいうところについてたりするんですよ。いましたよ、いましたよ、いましたよ。ちっちゃなちっちゃな子が、わかるかな、あそこ、あそこにいるんですよ。ほら、まだちっちゃい子なのでこの子は捕まえません。部下に失敗したりしたらかわいそうだから。絶対またいたし。ていうかこれめっちゃ低いねんけど、わかるでしょうか。これね、あそこに潜んでるんですよ。ほら、わかります？お腹パンパンですね。ちょっとこの子も捕獲だけしてみたいと思います。入った、やった、入りました。見てください、緑色型のかっこいい女の子、もうお腹パンパンね。お腹が大きいんで、あなたは元に帰りましょう。ごめんね、海で捕まえちゃって。ちゃんと子孫残してね。あ、元気でね、かっこいい。ちょっとキリギリスがいるんで音だけ聞いてきますね。あんなとこにもいるんで、ちょっとあれゲットしに行きますね。キリギリスちゃんゲットしました。男の子、足がないんでこの子ね、逃がします。ごめんね。はい、もう道路に出てきちゃダメだよ。入って、はい、じゃあね。ここにもロードキルにあった女の子のキリギリス。あなた、こんなとこじゃ死ぬに死にきれないから、向こう行きましょうかね。土に帰ろうね。頑張ったね、子孫繁栄してくれたね。じゃあね、生まれ変わっといでよ。じゃあね。ショルバッタのオスを見つけました。褐色型ですね。この子は取りません、撮影だけです。少量バッタ、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 チキチキバッタ。まだクマゼミがいましたよ。メスのクマゼミ、なんか嬉しいんですよね、この季節に見ると。暑いんで休憩してますが、ちょっとね、頭クラクラするのと、めまいがすごいのと、心臓バクバクするんで、もう引き上げたいと思います。最後までお付き合いくださり誠にありがとうございます。本当にやばいから、ちょっと、
帰りたいと思います。ご視聴くださりありがとうございました。